今ねどこにいるかっていうと、ウクライナの首都のキエフにいます。キエフの、スタジアムの近くにいるんだけどね、このあのポルトガル人の仲良くなったポルトガル人一緒にいます。 Hey, hello, how are you? Good? Oh, sorry. Yeah. I'm good. I hope you are all very good in Japan. Yeah. We love you. What do you think of Japan? Oh, it's the best country to visit. I never been there. Oh, okay, you have never been to it's Japan. It's my top list. So you should come to Japan in the future. Japan is a nice country. Yeah, also Japanese people are welcome here. Yeah.Especially you, if you come to Japan, so you should go to Kyoto. Kyoto is our capital. Kyoto. Yeah. Okay. I want to fish with Akira and do sashimi. Sashimi, yeah. he does sashimi, you know, so I like fishing, so maybe I'll take him to the fishing points. Yeah, and we arrange the fishing. Yeah. Very nice, yeah. Okay, obrigado. Yeah. Obrigado, arigato. Obrigado, yeah. Obrigado-chan, arigato. Yeah, arigato. 今こんな感じいるんですけどね。警察がそこ張ってます。すごいね。めちゃめちゃやばいね。でこの彼とね、明日ちょっとモルドバに行くんでね、あの今からあの一緒に最後食事します。そこの日本食屋ですね、村上とかいうとこ本当の日本食じゃなさそうですけど、ちょっとどんな感じかチェックしてみますね。またもあのウクライナ戻ってくるんですけど、俺ですね、一回ちょっとモルドバ、人身売買の国モルドバに行きます。だと思うんです。日本語、まあ普通日本人のところって書かれて、日本語が書かれてるんですけどね。でアビオさん、中里さんって、これ中里さんって沖縄の人かな、中里さんっていう名字、中の人弁な方だったら沖縄の名字だったりするんだけど、ファビオさんということで中里さんで、多分移民で日系で多分ブラジルとか南米に移民した人だと思うんです。でこの人がファビオ・ナカラズ is a brand chef Murakami ということで、まあブランドシェフということでね、この人はシェフしてるということです。で、いろいろとありまして、まあこういう感じね、お寿司系ね、あります。巻物が多いですけどね、基本的には日本のような寿司っていうのはあの海外ではそんなに食べる人がいないところで巻物系が多いです。でサーモンは食べるので、まあこういう感じ、割とやっぱりこの現地に価格化すら高級料理です、日本食はね。でこんな感じであって、例えばどうでしょう、ここら辺のやつ、これが965なんで、大体日本円でいくらぐらいかっていうと3800円ぐらいかな。でこれが365なので、1400円ぐらい、まあ日本で食べるよりもちろん安いですけど、これが419なので1600、ちょっと高いかな。やっぱりこのサーモンとかこの野菜輸入してますからね、うん。で他にもいろいろと、いろんなものがありますけどね。でこんな感じになってましたけど、グリーンティーや。でこんな感じになってました。イールって書いてあったの、うなぎとあと麺が入ってて、クリアスープということで、まあ、味の素に入れてる、ね、まあ、基本的にやっぱこういうところって味の素に頼るんだけど、味がそんな感じします。うん、でも美味しいね、うん、別にこのスープだけ見ると全然美味しいですね。これが本格的な日本食かって言ってまた微妙なところかもしれないけどね。でもまあ、寿司とか日本のような握り寿司を作ってもあんまり売れないのあるから、こういう巻物系が多いですけど。で日系人の人が、シェフでやってます。現地人系で。でこれがキエフ。ロシア最貧国として名高い、ね、モルドバと同じくらいですけど。かなり高いです。だから普通の一般人が来るようなところじゃないですね、このウクライナの人ではね。高級店に来てるような感じです。で、最後に頼んだのが食べたいって言ってたこれです。これで大体365なんで、4倍して3242421、1500円ぐらいね。まあ2人で分けるんで、その半額ぐらい、750円ぐらいしてるんで。 What's the taste? Is it good? Very good. Very good, yeah. You like sushi? Yeah. Good, yeah. It's very good meal, very fresh. Yeah.But when you come to Japan, so I'll take you to a good Japanese restaurant. Yeah. Very expensive. Very expensive, yeah. Yes, obrigado. Obrigado. こんな感じですね。で、まあ、雰囲気もなかなかいいです。こんな感じで、ね、雰囲気が最高、本当に。味はまあ、ちょっと日本人の自分からすると、シャリがちょっと微妙だったりとかね、塩梅とか。硬いんですよ。びっくりしました。ちょっと硬い米だったりしてね。まあ、でも、
まあ、全然、まあ、海外の日本食屋だったら一応日系人の人がねシェフやってるって今いなかったけどね、ことだけどね、まあ、全然合格点かなって感じはします。だからちょっともしキエフに来たら、やばいな。であとはこっちの巻物を食べます。